脂肪が勝手に燃焼燃焼燃焼ってしてくれる効果が続くんです。皆さんこんにちは、萌です。今日は肉機このお腹周り腰周りにつく浮き輪肉撃退するためのヒートトレーニングをご紹介したいと思います。ヒートトレーニングっていうのは脂肪燃焼のための有酸素運動とそして筋力トレーニングを同時に短い時間で行えるっていう素敵なプログラムなんです。時間のないあなたには最高のプログラムなんです。さらに運動後もアフターバーンといってしばらくの間脂肪が勝手に燃焼燃焼燃焼ってしてくれる効果が続くんです。なんて素敵な夢のような運動なんですよ。1日たった8分間の運動で数百カロリーもの燃焼効果が得られます。ケーキ約2個分だよ。ポイントを1つだけお伝えしたいと思います。この腰周り、お腹周りの浮き輪肉を撃退するためにこのピンクの部分ですね、このスペースがくちゃーっと潰れちゃったりとか猫背になったりとかしないようにここ伸ばしてスペースを保ってねじる運動を行ってみてくださいね。これだけ。ではやってみよう。まずはヨガでいう三日月のポーズの側屈バージョンから開始。反対の手首を持って倒していくだけ。呼吸を止めないようにしてね。目線は上でもいいし真ん中でもいいです。両方の足がしっかりとマットに降りていることを確認しながら膝もちょっとぐらい曲げても大丈夫だよ。 OK、 では反対行きましょう。呼吸止めないで反対側の手首持ってゆっくり倒していくだけ。この時注意してほしいのは前とか後ろとかに倒れないようにしてね。最初に説明したスペース保ってください。骨盤と肋骨のスペースです。目線斜め上でもいいし真ん中でもいい。 OK、 では今度左右同時に行きたいと思います。呼吸をしっかりしてください。止めないでくださいね。足肩幅程度開いて手と手を合わせます。そう、長く伸びてスペースを保っていきますよ。私はね結構左の方が行きにくかったりするんだけど前とか後ろとかに倒れないようにしてください。真横に倒れていきます。まるで自分が横から見たら薄っぺらい髪になったみたいな状態。ちょっとしか倒れなくていいの。 OK、 2種目目。足を肩幅よりも少し大きめに開いていきます。膝少し曲げてもいいです。骨盤を持って斜めにパンチしていくだけだよ。この時も骨盤と肋骨のスペースを保って思いっきり思いっきり思いっきり、そう燃焼していく感覚。今は右側の浮き輪肉を取っていくよ。イメージもして。 OK、 反対いきます。呼吸整えていこうか。足を開いて反対側行くよ。骨盤持ったら OK、 息を吐くときに手が遠く、息を吐くときに遠く、頑張って頑張って頑張って、胸もしっかりねじってね。そう OK、 OK、 あと少しあと少しあと少し、頑張って頑張って、浮き輪肉を取るんだ。あと少し OK、 呼吸整えましょう。さあ次は左右両方いきます。足を開いて、そう両方いくよ。膝を曲げても大丈夫なんだけどしっかりスペースを保った状態で力強くね、しっかり伸ばすことによって二の腕なんかも痩せていくし、この後の効果も倍増するよ。肉きお腹と背中の肉、そして二の腕も一緒に取っちゃおう。 OK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 、 呼吸整えましょう。さあ今度膝立ちになって、足の間は握り拳一つ分、OK、同じこと繰り返すんだけれどもスペースを保つようにしてね。そして立てている前の足、膝がビヨーンと横に動かないようにしてください。一番くびれてほしいウエストからねじってねじって OK、 反対いきます。さっきと同じだよ。足と膝の間に握り拳一つ分ねじっていきます。そうそう、お腹しっかり燃えるようにおへそを正面だけど膝はしっかり立ててね。
足はしっかりと前に置いてる足を床全体で踏んでください。OK。OK。あと少し。ここでね。OK。今度、左右一緒に行きたいと思います。2種目目。2回目慣れてきたね。そう、もう側屈しやすくなってるから、足を引っ付けられる人は足の幅少し狭めにしてみてください。こんな風に。でもしんどいなって思う人は足の幅だいたい握り拳 1.5 個分ぐらい開けてもらっても大丈夫。反対もいきます。足の幅なくても大丈夫な人はこのまま三日月のポーズで、でもしんどい方は足を肩幅か、もしくは握り拳 1.5 個分ぐらい開けてください。では遠くへ行くようにして、前に倒れないようにしてね。呼吸もたくさんしてね。まあまあしんどいです。あと少し、あと少し。いっぱい倒れる必要は全然ないよ。ちょっとしか倒れなくていいの。その代わりしっかりとスペースを保ってね。はい、では伸びて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 、一番高いところで左右に。足はどっちでもいいよ。 OK OK OK。 前倒しにならないように両方の足は均等に体重をかけてくださいね。三日月のポーズだけれども、右にも左にも両方均等に体重が乗って、足の親指側にも小指側にも体重が均等に乗っていること。 OK。 さあ残り後半あと少しになってきました。足を開いて膝曲げて、もう慣れてきましたね。しっかりとねじっていきますよ。よいしょよいしょよいしょ。私結構こっち側の方がね硬いんです。なんでねじるとね、なかなかおへその向きがちょっと向きそうになるんだけど、皆さんもおへそは正面に置いて、そう、手はしっかり伸ばしてね。二の腕も痩せていこうね。 OK。 反対いきます。皆さんもどっちの方が硬いのか確認してみてくださいね。 OK。 膝曲げてもいいから、骨盤と肋骨にスペースを保ってください。息も止めないでね。歯を食いしばるように力を入れるのはやめて、口が開いている状態でも大丈夫。口呼吸も鼻呼吸も両方してね。しんどかったら膝曲げてもいいから、あと少し、あと少し、あと少し、頑張って頑張って、結構疲れてきましたね。はい、呼吸整えていきましょう。ふー、だいぶ後半まで来ました。では今度左右両方いきますよ。最後の左右両方。 OK OK。 肩の力を抜いてねじってねじって、憎き浮き輪肉を取っていくよ。お腹ぽっこり、お腹も痩せていくよ、燃焼していくよ。背肉もどっか行ってしまえ。 OK。 頑張って頑張って頑張って、あと少し、あと少し。 OK OK OK。 ここまで来たらもうだいぶ暖かくなりましたね。さあ膝立ちになって、しっかり握り拳一つ分、こっちからねじっていくよ。呼吸して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 、私もしんどい、私もしんどい、髪も乱れてきた。でもみんな頑張って、あと少しだから。 OK 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 OK。 そう、手を遠くへ遠くへ。反対いきますよ。セットが大事。内側に入らないようにしてね。こんな風にしっかり内筋も使っていきます。反対いきますよ。呼吸も止めないで。もう私疲れてるじゃん、髪めっちゃ乱れてるよ。皆さんもね、髪振り乱しても最後まで頑張ってみて、あとちょっとだから。 OK OK。 しんどいですね、しんどいですね、しんどいですね。そう、でもスペース保ってね。 OK 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 OK。 お疲れ様。はい、皆さんお疲れ様でした。すごくしんどかったですよね。今からこの後アフターバーン効果であなたの脂肪が燃焼し続けます。浮き輪肉取っちゃいましょう。ぜひこの動画のご感想をコメント欄でお待ちしてます。チャンネル登録や高評価ボタンなんかもすごく励みになるのでお待ちしてます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お疲れ様。